嵐が活動休止して、まあ、半年以上が経ったわけですけど、うんうん、なんかあれだね、あんまりイメージないね、なんか活動休止しちゃってるっていうね、うん、なんかまあ皆さんソロでね、いろいろ出てますし、音楽以外はみんなね、うん、番組やってるからね、うん、でまあその大野さんの話なんですけど、うん、なんかプライベート写真と動画が YouTuber による流出ということで、まあ、大野さんのプライベート写真と動画を展覧会と称して、まあ、とある YouTuber が世に出てないプライベートの写真動画を、まあ、YouTube チャンネルで公開したということで、まあ、その公開された内容っていうのが昨年11月に週刊文春で報じられた、まあ、元カノのシングルマザー A さんにちなんだものだということで、でまあ、その後4月、今年の4月に女性自身さんで新恋人となる30代ぐらいの清楚系一般女性の共同デートが報じられてるって、まあ、一応大野さんに関してはプライベートでこう2つ出てるんですけど、そうですよね、去年のその報じられた女性の話の時も写真っていうのはどう見ても一緒にその、まあ、あれ沖縄だったかな、沖縄でのその釣りとかそのなんで彼が沖縄に旅行した時のその彼女との写真とかがどう考えてもそれは一緒に行った人じゃないと撮れない写真ですよね、うん、だから大野君にしてみればあ誰が撮った写真っていうか、うん、その時にいたんですけどそんな何十人もいたわけじゃないでしょうから、うん、ほんと 4,5 人のグループで行ってて、はい、撮った人が分かるわけじゃないですか当然ね、はい、でその人はでもそれを分かってるっていうことで分かられてるっていうかバレてるってことを分かってその写真を投稿するにはどういう意味があるのかなっていうのを考えちゃうんですよまずね、うん、なぜなんだろうっていうねそれをね単に面白いからってことだけなのかどうかってでもそれは多分本当に仲のいい友達とかそのプライベートだから言ってるわけじゃないですか、はいはいはい、有名人なんだからね本当に仲のいい人じゃなければ当然いろんなもの流れちゃうってことわかるから、はい、でも親友だと思ってるわけでしょ普通に考えたら親友っていうかもうそれだけもう絶対外に出ないっていうことを確信して、はい、なのにそういうことをしちゃう人って何ってすごい不信感ありますよね、まあ大野君にしてみてもそうだろうと思うんですけどね、まあ、考えられるのは2つですよね、うん、そのまあ出してもいいっていうのが一つと、うん、裏切られた裏切られたね、うん、そんなことするような人じゃないと思ったのにだからこれに対して、うん、その大野さんがどういうふうに感じてるかが分かんないから、うん、ここまでだけは別にいいと思ったから別にでこの男性誘致は貶めたいっていうそういった意図は全くないっていうけど、うん、まあ貶めることにはならないと思いますけど、うん、それ流れてもね、うん、でもやっぱ本人してるのが嫌ですよしてみればね、うん、そんな昔の話をね今更蒸し返されてみたいなのがあってね、うんうん、にプライベートの写真が出るだけでも嫌だなってそうですよ、はい、しかもこの本人の了解を得てるわけはないでしょうからきっとね、うん、いわゆる昨年11月に出た、まあ、シングルマザーさんと、うん、でも結婚してあと4月にただこの4月の女性自身さんが報じてる30代ぐらいの新恋人っていうのが今の彼女なのかあるいはこれはダミーだっていう一部報道もあるんですよね、うん、裏そうねそうそうだから分かんない分かんないねだから大野さんこれどう考えてるかっていうのは、うん、ギリギリセーフなのか完全にアウトなのか、うん、だからもし仮にこの30代の新恋人の方がダミーで未だに11月に文春さんが報じたシングルマザーの方と付き合ってるんだとしたら、うん、その方との動画とか映像が出るっていうのはちょっと違和感がありますよねただあの時の報道去年のそのね、うん、文春の報道を読んだ時、仕事から芸能界引退してその沖縄の離島でしたっけリゾートっていうかねペンションみたいなのを作ってそこで彼女と一緒に生活するっていうか、うん、そういうすごい大きなプランがあった、うん、それを一緒に当然一人ではできないのでその会社を作ってそこに今の別に代表を立ててっていう話だったんですよね、うん、でもおそらくまた推測ですよあくまでもその代表
だった人一緒にやるつもりで、やっぱり自分にもそれなりの収益があるわけじゃないですか、一緒に仕事して。ところが、うん、途中で大野くんがなんか嫌になっちゃったっていうか、その、うん、手を引いたわけでもないんでしょうけど、それが全然先に進まなくなったっていう話だった。ただそのリゾートにするペンションを建てるところもあれ地になってて、もうそのまま置きっぱなしになってるっていうね、ことで、ひょっとしたらですよ、ひょっとしたらその一緒にやるとして出た人はもうなんだよって思っちゃったの可能性も捨てきれないっていうところですよね。それで流れたのがその辺のところなのかなみたいな気もしたんですよね、写真がね出てきたのっていうのは。ただそのこの女性とはだからそこまで考えてたわけですよ。結局もう一緒にやめて、このシングル技の女性と一緒にそこでもう生活しようと思って、っていうことを簡単にそのやめて、そこで破局して違うところに行くってことがあるのかなってところでしょ。だからそうですね、うん、ダミーをでも作る必要もないわけですよね。そうそうそう、だからそれも謎なんですよね、うんうん、確かその4月に女性自身で撮られた写真を見てると、もうでも彼としては別にもう何撮られてもいいやって感じには見えたんですよ、うん、もう俺はもう芸能界の人間じゃねえからみたいな、そういう、まあ、まだ、まあ、本当は引退はしてないんですけどね、うん、少なくともアイドルではないっていう、うん、そうだからもう何も怖くないって言ったら変ですけど、うん、そういう気にしないような感じのところがね、だそういうのを考えると、この別にこの写真出されたこともそんなに何とも思ってないのかなって気もするんですけどね、うん、ちょっと難しいよね、彼の声を聞くことはできないですしね、うん、ね、うん。